ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。メルセデス、マンハッタン5番街を走る。ステップアップにもっとパワーが必要だとボルフの話題です。メルセデスのチーム代表であるトトボルフはF1 マイアミグランプリに向かうにあたり、さらなるステップアップを目指すと語っています。直近の F1 中国グランプリはメルセデスチームにとっては残念な週末となりました。マイアミグランプリでは今季2回目となるスプリントウィークエンドが予定されています。マイアミグランプリの開催前にメルセデスのパートナーであるワッツアップと共催でニューヨークでイベントが行われました。このイベントでは新しいレーシングカーの絵文字の発表、ダイナミックなライトショー、ルイス・ハミルトンによる2021年型 W12 マシンでのデモ走行などが行われました。新しいレーシングカーの絵文字が発表された2日間のイベントの締めくくりとして、ルイスとチーム、そして公式メッセージングパートナーであるワッツアップがニューヨークの5番街でスリリングなデモ走行を行いました。7度のワールドチャンピオンに輝いたルイスは W12 のハンドルを握り、最近発表された絵文字レースカーの実物大バージョンと一緒に走行しました。このデモ走行はマンハッタンでの F1 マシンのライブデモンストレーションとしては史上初であり、ワッツアップが米国で2桁の成長を遂げたことを示すものでもありました。ハミルトンは次のようにコメントしています。壮大だったよ。ニューヨークの5番街を F1 マシンで走るのは僕の夢だった。群衆やみんなの興奮を見るのは最高だった。この街の素晴らしい歴史を考えると、こんなことができるなんて信じられない。ワッツアップとエンパイアステートビルディングに感謝したい。僕はワッツアップを使って家族や友人と連絡を取り合っている。ワッツアップとエンパイアステートビルディングのおかげで実現できた。エンパイアステートビルディングのライトアップ、ダイナミックなライトショー、車の展示、ピットストップの展示など、眠らない街での素晴らしい週末のイベントの締めくくりとなりました。チーム代表のボルフは次のようにコメントしています。ニューヨークではパートナーのワッツアップと素晴らしい数日間を過ごした。彼らのブランドと F1 がアメリカでどのように成長しているかを見るのは素晴らしいことだ。エンパイアステートビルを占拠し、5番街でデモ走行を行ったほどだ。これはアメリカにおける F1 の重要性を強調するものであり、その成長をさらに発展させることを楽しみにしている。フロリダでは忙しいスケジュールをこなしており、オンザトラックでもオフザトラックでもポジティブな1週間を過ごしたいと思っている。メルセデスはトラック上ではこのところ計画通りには進んでいません。中国グランプリでは予選前にセットアップを変更しすぎたため、最高のパフォーマンスを発揮することができなかった。その結果、ウィークを通じて遅れを取ってしまったが、両ドライバーともよく働いてポイントを獲得した。マイアミではもっといいパフォーマンスを見せられるよう努力し、マシンをさらに最適化する。もっとパワーが必要なことは分かっているので、今週末には今シーズン初の小さなアップグレードを導入する予定だ。メルセデスが今季初めてアップデートを入れてくるようで、効果が期待されますね。メルセデスは今季限りでフェラーリに移籍する7度のワールドチャンピオンルイス・ハミルトンの後任を探しています。ドイツの報道ではマックス・フェルスタッペンの父ヨスとマネジャーのレーモンド・フェルミューレンがメルセデスチームの共同オーナーであるボルフ、イネオスのボスであるジム・ラトクリフ、メルセデス・ベンツの CEO であるオラ・カレニウスに会うだろうと言われています。今週月曜日の夜、ニューヨークで行われたチームパートナーであるワッツアップのイベントで、ロイター通信にボルフは次のように答えています。いや、それは噂の一つだ。人々はミーティングをでっち上げ、ドライバーたちに何が起こっているかをでっち上げるが、
このようなことは密室で行われるべきで、世間に出ていることは全て正しいことではないんだ。実際にマイアミグランプリでミーティングが予定されていなくとも、ボルフはフェルスタッペン獲得を公言しており、チャンスがあれば粛々と進めているのかもしれませんね。メルセデス、マンハッタン5番街を走るステップアップにもっとパワーが必要だとボルフの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。